タリファは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ、イベリア半島最南端にある、大西洋のコスタデラルスに面し、ジブラルタル海峡を挟んで、モロッコと対峙している。夜に、タリファの明かりが対岸で確認できるほどである。ヨーロッパ大陸の最南端であるタリファ岬も自治体内に含まれる。タンジェタリファ間をフェリーの定期便が往復しており、 およそ2 0トル北東のアルヘシラスとの間をバス路線が結ぶ。セビリアはおよそ2 0 0トル北にある。タリファ近郊の海岸にはアフリカ大陸からの不法移民がしばしば上陸する。タリファは夏季の間人気のある観光地である。日照時間が長く小さな街でフレンドリーな雰囲気があることから多くの子供の野外活動や夜には大人たちの催しが開かれる。 近年、北欧の人々が夏を過ごす人気の場所となっている。タリファ港近くに保存状態の良い城、グスマン城がある。この城は、1296年にアロンソペレスデ・グスマンが息子をムーア人の捕虜にされても会場を拒んだことで知られている。タリファの海岸は、海峡の強風が吹くためウィンドサーファーやカイトサーファーに人気がある。このために、 タリファは100もの風力発電のタービンが点在する。また、春と秋にジブラルタル海峡を渡るコウノトリなど、渡り鳥観察に適した場所でもある。1 4トルの幅がある海峡では、クジライルカの観察もできる。タリファは時に、タリフという言葉の発祥の場所とされる。これは、港のドックを利用する商人に対して課金する、史上初の港であったからである。 また別の説もあり、アラビア語のタール F を語源とすると指摘するものがある。タリファという名前そのものは、ベルベル族の戦士タリフ、ビブンマリクから生じたものである。ありがとうございます。